ゃあセミナーの方を開催させていただきます。じゃあ、続きましてです。入場しますので、よろしくお迎えください。お願いします。よろしくお願いします。やり方ですね。そういうことをこうお話しさせていただくんですけど、一つ大事に思っていることとしては、これ筋肉のつき方ですね。簡単に言えば筋肉のつき方です。筋肉がどこからどこまでついている、起死停止っていうのがあります。で、例えば今日腕をやるんですけども、二頭筋の担当、特にこの内側のピークの部分ね。で、ここに関しては右後突起、ちょうどこう胸との境目ですね。境目からちょうど肘の下までくっついてます。じゃあこう一番伸ばして一番こう収縮するにはどうすればいいかっていうと、伸ばした時っていうのはこの状態じゃなくてこの状態になりますよね。ちょうど 胸の付け根からこうつながってるんで、こういう状態で収縮する時にはもうちょっとこう上までこう収縮するような形になります。なのでそういう筋肉のつき方っていうのを一通り一応まあ大雑把ではありますが全部頭に入れます。細かい筋肉まで覚える必要はないんです。次、意識ですね。意識、これは筋肉を意識するとか意識しないっていうのもまあ含まれるんですけども、私自身例えばよくこう筋肉をこう効かせろとか言うじゃないですか。自分でそれを聞いてて自分でやっててもわけが分かりません。効くって何なのって話になってくると思うんですけど、まあ、自分の場合ですと何ですかね、こう物を持って物を上げて意識するのか、例えば自分の筋肉をしっかり意識するのかで、だいぶ負荷がのかかり方とか変わってきます。例えばラットプルダウン、バー持ちますよね。これ初心者の人が結構最初はなりやすいんですけども、バー持った時にバーを意識するもんで、この物を意識しているような感じですね。なので肩が上がってこう背中が伸びないですよね。例えば背中のストレッチどうやるかっていうと、伸ばす時に絶対これ物つかまないですよね。軽くかけるような感じで伸ばしますよね。物をつかむとこれ伸びません。で、例えばベンチプレスも同じです。こう掴んでみて下げるときに物をがっちり握りすぎないですよね。握りすぎると肩上がりますよね、絶対に。例えばカールマシンでもいろんなカールマシンがあります。この辺からなっているマシンだったり、この辺から動くマシン。例えばそれによっても解剖学からその筋肉のつき方から見れば、その動き方っていうのがそのマシンによってどれが適しているとか分かってきます。特に背中のマシンとかですね、ハンマーストリングスの背中のマシンなんか、上から引っ張るやつ、斜め前から引っ張るやつとか、正面から引っ張るやつってありますよね。なんでそれぞれ無理やりこう自分の何ですかね、効かせたい部位に合わせないで、そのマシンの軌道に合わせて効かせたい部位をちゃんと決めていくような形でやってます。実際詳しくその内容を説明してきます。まず足からですね。足からやりたいと思います。まず大腿四頭筋ですね。じゃあ前にお願いします。あ、脱ぐんですか。じゃあ下スパッツでお願いします。今日はちょっとモデルを。まず大腿四頭筋からですね。で、筋肉のつき方、じゃあどういう形になってるかっていうと、大腿骨がありまして、頸骨があります。で、骨盤がありまして、じゃあ内側広筋と外側広筋っていうのはありますね。これっていうのは大腿骨の一番上の方から膝の下まで、外側広筋と内側広筋みたいな感じになってます。で、一つ大腿直筋っていうのは出せますか？大腿直筋。